カウカグアの市場、カウカグアは、ベネズエラのミランダ州、アセベド市にある都市で、アセベドの市長所在地である。行政上は、カウカグア区をなす。首都カラカスの東方にある、郊外都市である。バルロベント平野の北西部、グランデ川の下半にあたる。カウカグアは1690年頃には、バジェデ・アラグアタという名の町であったが、1752年に、カウカグアと改称した。 1784年にマリアノ・マルティ司教によってヌエストラ・セニョラ・デル・バジェデラ・サンタクルズでカウカグアの名が与えられた。18世紀にカウカグアの周辺には奴隷を使ったカカオ農園が多く奴隷人口の比率が高かった。そのため、1811年に白人クリオウリョが中心になってベネズエラ独立を宣言したとき、 カウカグアを含むバールロベントの奴隷は、王統派について反乱を起こした。彼らは1812年に第一次、ベネズエラ共和国崩壊をもたらした、法威人の一翼を形成した。独立後の19世紀に至ってもカカオ栽培が、盛んで、奴隷制度廃止後も大農園経営は崩れなかった。1980年代まで、カウカグアは、アセベド軍カウカグア市に属したが、 軍の廃止によって、汗べどしか浮かぐ枠になった。ありがとうございます。